せ願えるかな。ただの言い訳ですけど負けられません。プレイヤー4撃破されました。プレイヤー5撃破されました。ダメよ、だって困るよ。ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリアです。謎が失敗です。当たって。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。最後の最後に勝った者が強者だ。その途中のクエストもいいかな。ささギミック解放のクエストです。大体勢力を撃破してギミックを利用しちゃいましょう。プレイヤー5撃破されました。面白くなってきたね。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。最後の最後に勝った者が強者だ。その途中のクエスト結果なんて些細なことだよ。ダメーブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどんいきましょう。クリア！ お疲れ様です！ プレイヤー6撃破されました。このクエストをクリアするとステージギミックが解放されますよ。戦況を変えるチャンスかもしれません。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。あれ？失敗した？まあ次をクリアすれば問題ないか。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。敵オッケー！倒せ！倒します！プレイヤー4撃破されました。プレイヤー3撃破されました。このクエストをクリアするとステージギミックが解放されますよ。戦況を変えるチャンスかもしれません。クエストは少し苦手ですが、でも先輩と一緒ならなんとかなりそうな気がします。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。なんて強さなんだ。プレイヤー4撃破されました。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。あれ？失敗した？まあ次をクリアすれば問題ないか。チームブルーキーパーツをダッシュ。このまま回収できれば高ポイント獲得です。キーパーツ入ったー。素晴らしいプレイですチームブルー。これは大きく戦況が動きます。これが一番相手を出し抜いた感があるよね。勝者チームブルー。素晴らしい戦い。このクエストは少し苦手ですが、でも先輩と一緒動します。